ファン・フイ・クアとファン・フイ・クアとは、ベトナム共和国の政治家。ベトナム共和国首相。北部ベトナムのハティン・ショー・カンロック県で、霊長以来の名家に生まれる。内会を経て、バオ大政権下で教育省、国防省を、歴任、1954年には一時的にではあるが、首相代行を務めた。ゴジン・ゼム政権下では、カトリック優遇策に反対し、 ご政権を倒したズオンバンミ民ン政権下で諮問会議のメンバーに指名。さらにグエン・カーン政権下で外務大臣を務めた。1965年2月15日にグエン・カーン政権がグエン・バン・チューやグエン・カオキなど焦燥将校のクーデターで倒れるとファン格数国家評議会議長によって首相に就任。民政移管を目指すもののカトリックと 仏教との宗教対立から正常が不安定化。加えて、ファン格数との対立も際立ってしまい、事態収拾がままならないまま6月15日に、ファン格数ともども退陣。工事を、グエン・バン・チューヤ、グエン・カオキ率いる軍部に委ねた。西ゴン陥落後は、解放戦線によって拘束、ベトナム統一後も国中にあって、生涯を閉じた。歴史家のファンフィレは、 イボテイ。サウスベトナム。wrldstateemen.org2021 年4月12日閲覧。ありがとうございます。